どう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 、最高、うまい、うまい、どうですか。あ、あっちはしかないんだ。あれちょっとちょっとこれやっち、お、これナイス、これナイス、ナイスナイスナイスって言ってます。そんなナイスって言った、顔色悪い時のダイちゃんみたいな。いやいやいや、俺こんな紫になんないよ。これ次の、え、待って、でも次相手も攻撃来たんじゃない。あー、ごめんなさいごめんなさい、それこれやばいやばい、倒せ倒せ倒されてくれ。ごきげんよう、ごきげんよう。さあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム、今回はですねこの3人でお送りします。お願いします。お願いします。チーズ。さあ今回のゲームなんですけども、はい、指先で戦えモンスターストライクです。きたれモンストですね、モンストね、モンスト、もうパンドラちゃんが可愛くて可愛くてね。このゲームですね、2013年にリリースされたスマホアプリとなっておりまして、モンスターを指で引っ張りピンボールのように敵に当てて倒して遊ぶアクション RPG ゲームとなっております。はい、お気に入りのモンスターをじっくり育て進化させたり、最大4人でのね協力プレイを駆使しながらクエストの攻略を目指すと、はい、いうことなんですけども、ジャニーズ内でもめちゃめちゃやってたよね、みんなね、やってましたね、みんなでこのタイミングできるみたいな感じでやったりして協力してボス倒すみたいなやってましたもんね。しかもさ、年末とかさ結構歌番組でさ、いろんなグループがさ、はいはいはい、楽屋隣同士になったりするんじゃん、うん、いろんなところからカン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 聞こえましたね。ヤブがキスマイの楽屋来てる。そうそう、ヤブさんもう今でもめちゃめちゃやってますからね、しっかり今回ちょっとねモンストやっていこうということなんですけども、はい、その前にですね、なんとこのモンスト Google プレイプレゼントマシンというキャンペーンを行っていて、そのキャンペーンの中でこうコラボしている5タイトルの中の1つがなんとこのモンストなんですって。素晴らしい。でこのキャンペーンはですね、ゲームに夢中になって楽しむ瞬間を分かち合えるゲーム友達とのつながりをテーマにしていて、なんとこの Google プレイのプレゼントマシンをですね、ゲーム友達に送ることで人気ゲームのアイテムや Google プレイポイントなど、うん、ゲーム好きには嬉しいプレゼントが友達と自分に一緒に当たるという。へー、あ、プレゼントした側ももらえるんですね。送っても送られた側もどちらも2人とも嬉しいキャンペーンなんですね。いや、いいっすね、はい、ウィンウィンってやつじゃないですか。ウィンウィンだね、まさしく ね、 いいですね。せっかくなんでね、楽しそう、今この3人で送り合うところから、あー、そっからできたらなと、いいじゃないですか、思います。この Google プレイプレゼントマシン、かわいいね、プレゼントマシンを作る、かわいい、あ、かわいい、かわいい、あー、すごい、めっちゃこれがプレゼントマシンだ、すごいね、本当だ、モンスターストライクで作っちゃう。あ、じゃあモンストのあれでいいんですね、かわいい、あ、カスタマイズ、プレゼントマシーンをカスタマイズできるんですね。ヘッドパーツ、ボディーパーツとかありますね、うん、え、これ誰にあげるかにもよりません？あ、そうだね、確かに、これ確かに、送る相手決めようよ、誰、え、じゃあ僕ミヤッチに送ります。あ、分かった、じゃあ僕はコーチ君に、お、じゃあ俺はリョウゴ君に、そうだね、この順番でいいですね。うわ、かわいいなこれ、色は変えられないのか、ヘッドパーツとボディーパーツか、完了、うわ、動いた、すごい。で、次の画面でさ、ゲーム愛を注入して仕上げようって、ゲーム愛、ゲーム愛、あ、ほんとだ、クイズに正解すると、稀にレアなプレゼントマシンが完成することも、レアなプレゼントマシンが完成したらラッキー、ゲーム友達あなたに特賞が当たる確率が上がります。はあ、特賞欲しいね、狙うは特賞っすよね、やっぱりゲーム内注入します、俺も注入します、うん、いや、なんだ、最近ちょっとモンストを触ってなかったから、もうちょっと間空いちゃってんだよな、ね、僕1問目外しました、ちなみに、分かってた、ヘスティアだと思うわ、あ、外したミヤッチがヘスティアを選択して外しましたと。いや、僕的にパンキーラーだと思ったんですけど、どう思います？ああ、なんですかそのリアクション、言ってみればいいんじゃない、言ってみれば成功、おめでとう、おめでとう、イエーイ、じゃあプレゼントマシン先生します、先生きた、プレゼントマシン、かわいい、うわ、なんか明らかに悪そうな煙から、黙々と、はい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 、出たー、おめでとうございます、モンスターストライク Google プレイのプレゼントマシンが先生できました、イエーイ、友達に送る、友達に送る、あ、メッセージも送れるんだ、メッセージか、あ、届きました、おー、うん、
ニコニコ大ちゃんへ、はい、呼んだことないけど大ちゃんとか呼んでしまいました。いつも MC お疲れ様です。尊敬してません。嘘です。好きです。心を込めて。コーチーいいですね。イッコーさん、いいね。イッコーさんじゃない。そうです。心込めてコーチーさんで。じゃあ僕も大ちゃんからもらったメッセージ、うん、はい、うん、ね、ちょっと涙腺をね緩ませちゃうよね。プレゼントって泣けますよね。ミヤッチへ。可愛いキャラクターばっかりひいきしないように大輝より。してないよ。かっこいいキャラクターもひいきしてますよ。だったらいいんですけど、ちょっとねやっぱ自分の好みのね、確かに可愛い子使いがち。でモンスト可愛い子多いからしょうがないじゃん。みんなね、みんな可愛いですからね。らしいですけどね、ひいきはダメですよねやっぱり、うん。じゃあ次宮田くんから、うん、YU アンダーバー5へ。何それ。YU5 って呼んで、YU5 って呼んでやってる。なんでちょっとアカウントチックな。YU5 へ、はい、コーチくんたくさん引っ張ってね、愛してるぜ宮地より。あ、いいですね、いいですね。素敵なプレゼントメッセージいただきました、うん、はい。何が当たるかな。あ、かわいいな。あなたの景品をチェックしよう。あ、かわいいね。これもコーチくんが選んでくれたんでしょ。そうですよ、わんぱくな感じが出てますよね。プレゼントマシーンを開封。当たるか。ワクワクすんな。プレ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 。さあ、いいね。何が出てくる。おめでとうございます。ナノブロックパンドラを手に入れた。お、待って、むっちゃ可愛くない。可愛い、やばい、ひいきしちゃいそう。早速ひいきだ。僕はナノブロックパンドラを手に入れましたよ。じゃあミヤッチ行きます。おー、 おこれ大ちゃんが、そう、僕が作った。あ、スケートっすね。そうそう、宮地といえばやっぱスケートだからさ。でも、 僕俺スケボーはできないんだよ。そっか、ローラースケートのもんね。そっかそっか、ローラー違いだ。そうそう。じゃあ、開封。あれ Google Play Points 300ポイント。すごい、おめでとうございます。めちゃめちゃ使えるじゃないですか。ねえ、おー、なるほどね、こういうのも当たるんだ。いいね、いいね。 You go、 go go、 いきます。開封。スタスタミナミンをいただきました。スタミナミン、これはモンスト内のアイテムか。これそれでスタミナ回復できんじゃない。うん、すごいね。俺ちょっとこれ友達にさ、いやこれ送りまくるわ。送っていいですもんね、うん。しかも送ったこっち側にもポイントがあったりとかっていうのも。そうそうそう。さあ、ここからですね、早速モンストをプレイしていきたいと思うんですけども、いや、まあ、僕もね、間がいちゃってて、はい、まあ、思い出すためにもですね、まずはちょっとチュートリアルから。ああ、チュートリアルやりましょう、やりましょう、やってみたいと思います。何でも基礎が大事。さあ、まずウェルカムですね。こちらギミックを学ぼう、その1。いや、うわー、いい。うん、さあ早速じゃあ引っ張って、ブロック学ぼう。だからここだからあれでしょ、カン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 っていくわけでしょ。だから角度大事だよね。行きましょう。行きます。行くぜ。あ、お、いや最高っすよ。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。最高っすよ。味方に当ててね。そうなんですよね、こう味方に当てることによってね、いろいろとこう発動しますから。さあ、出現ギミック。ステージ上に出現する、通過することができず進行を妨げるギミック。あ、このブロックね、両サイドの、はいはいはい。アビリティ、アンチブロックを所持するモンスターはブロックを通過できるぞと。持ってる子いる？長押しで見えるんでしたっけ、うん、アンチブロック、アンチワープもある。アンチワープ、アンチワープね。アンチブロック持ってるこの子が。じゃあちょっととりあえずは。あ、出た、これタイミング大事ですよ。いける大ちゃん、いい。ファンタスティー、ファンタスティー。さあさあさあ、強っ。まあまあまあ、あー、ちょっと残っちゃったか。じゃあもうこれはもうひょひょんと。アンチブロック持ってる？持ってます。さすが。いや楽しいな、てか爽快だなやっぱ。あ、貫通じゃないですか。貫通俺めっちゃ好きなんですよ。わかる、わかる、かっこいいよね。気持ちいいっすよね。俺前傾使ってたんですよ確か。うん、さあ、じゃあちょっと味方にも当てつついこうかな。あ、そっか、この子はブロックに妨げられてしまう。あ、ここがアンチブロックだ。この子は大丈夫だ。仲間に当てて友情で。そうだね、友情があるよね。お、いいね。さあ、いや、上手。さあ、15段2機でスピードクリア獲得。ボスかな。ゴゴ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 
三角のあれですよね。ね、くるくる回ってるとこが弱点なんだよね。弱点なんで大ダメージですよ。そこをやった方がいいわけでしょ。もう貫通持ったら最高ですよ。かっこいい今の。いいですね。弱点通過した時に出てくるあの光かっこいいよね。いいなぁ。これだ。いいね。おいいね。いいっすね。あと半分か。あと半分。大ちゃん。いいね。あいいね。これだ。壁と弱点のところにさ、ね、ガガガガガって与えられたら、うん、あれめっちゃいい、ね、もうこれいけるでしょ。ダメージ与えますからね。さあ、倒しました。私、騙されてた。倒してた、倒してた、倒してた。分かってる、分かってるよ。残さず拾ったちゃんと全部よかった、切れました。ここでね、卵落ちたか落ちてないかがね、大事ですから。なんのモンスターが出てる。スーパーレア、さっきのボスかな。さあ、というわけでじゃあここからは3人マルチで、はい、協力しながらのプレイやっていきたいと思います。お願いします。クエストどうしようね。追憶の証拠。追憶懐かしい。めっちゃやった。追憶ちょっと懐かしいよね。イザナギとかさ、つくよみとか懐かしいやつ行きたくない。そっち行く。うわ楽しみ。でも俺6回で出せるんで結構早めに出せますよ。ああれレーザー防ぐやつだっけ。これうわちょっととりあえず味方に当てながら行くわ。これ何でしたっけ。あそこの上に通過するとさあ、なんかこれどう最高。うまいどうですか。待って俺すげえとこにいますよ。そうね、どうしますよ。挟まっちゃってる。挟まっちゃってますよこれ。有岡くん通れるかな。まあ、ロンカ、僕のロンカに行きますよ。こっちでいいですか。はい。あ、行った行った、よかった。あ、でもダメだね。しょうがない、そんな時もあるさ。まあ、あ、出たこれワープでしょ。ワープに避けながら、コーチくん当たりのワープ。アンチワープついてない。あ、ついてるか。ついてないね。いや、コーチくん何事もできず。あー、やばい。ドキドキする。そっか、あれの上通るとひよこになっちゃうんだっけ。あ、俺でもこっちは、この子アンチワープついてるわ。おアルセーヌが。だからあ、じゃあもうそのままやっちゃってください。そうだね。いや、何ですか今の。大ちゃん、大ちゃん、よくない今のは。くそこれでいってるのかな。あ、アンチワープがないんだ。あれちょっとこれヤッチ。お、ナイス。何ナイスナイスって言ったもんですよ。ナイスって言った。ストライクシュートになるとあれなんだよね。貫通タイプになってダメージオール重量、これ最強っすよ。ほんとだ、最強じゃん。もうこれどうします。もう弱点とこいっちゃいます。なんか味方が触れるとスピードアップする状態になる、はい、まあそうね、もういいよ、いっちゃって。ストライク、ここでいいですか。こっちにします。任せるよ。ああ、いやもう打っちゃえ。新しい世界を一緒に迎えに行こう。いやまあ微妙なストライク。まあ、さあワークだ、うん、行きましょう。おいしょ、おい、オッケー。待って、このチーム強くないですか。打っちゃう、出た、ひよこ。何あれ。あれっすよ、アレゴ君がひよこになっちゃってます。なんでしたっけ。なんか触れると、あの、この、あの紫のさ、うん、この板の上、石板の上通るとひよこになっちゃうんですよね。オッケー、じゃあストライクショットでいくわ。ストライクショット。ダンサーユーダック。強え、めっちゃ強い。何今の気持ちいいわ。すごいね、ストライクショットで決めんのこれ。ちょっとまだまだいけそうっすね、これは。いける。クシナナ。クシナナ懐かしいな。懐かしい。クシナナ懐かしいな。クシナナ行きません。これもクシナナめちゃめちゃ行ったよ。クシナナめっちゃやりました、俺も。クシナナ行くか。クシナナ行こうよ。クシナナ行きましょう。クシナナもでも、めちゃめちゃ苦戦したな。最初ね。いや、慣れるまで大変なんですよね。超嬉しかったもん、最初倒せた時ね。で、そっからもう慣れてくるともう楽しいんだよね。楽しいっすね。
アンチ重力。うわー、じゃあ当てながらいきます。最初はね、もうどんどん強っ強っ。さあ、コーチ君。はい、もう宮田君にバンバン当ててっちゃいますね。はい、おーす、オッケー、最高、パーフェクト、気持ちいい。サミアッチ出た。じゃあ、お、端の方をかすらしてる。あ、やばい、こいつアンチ重力ない。結構やばいぞ。うわ、出た出てきた出た出た出た。こいつ一気に倒さないとダメなやつですよね。え、ちょっと俺重力がないから。いや、俺もないな、今回弱いかもしんない。俺もないから、ちょっとこっち行こうか。うわ、あ、どうだ、どうだ、行け、ナイスナイス、グッジョブグッジョブ。俺ストライクショットの手元もった。出た、グッジョブグッジョブうるせえってよく言われてたの、これやりすぎ。さあ、来たよ、やりますか。懐かしい、クシダだ。ストライクショットいきますか。いっちゃいますか。いっけいっけー、かっこいい。いや、でも結構ダメージ与えましたね。え、麻痺になってない。なってる、すごい。あ、もうちょっと俺さ、アンチ重力ないから仲間に当てていきます。いいっすよ。 OK です。最低、待って、クシナガってこんな弱くなかったよな。さあ、さあ、ストライクいっちゃいます。あれもアンチ力ないからな。でもストライクのあれは出るんじゃないですか、もしかしたら。いや、でも、あ、壁、まだこの子は違うんですよ。もうとりあえず打っちゃうね。で、次が来たので、じゃあ僕も行きます、打たせていただきます。どうだ、あ、あー、ちょい、かっちょい、いいよ、オッケー。ボス逃げるなよ、追っかけよう。ちょっと待って、俺すげえ絶妙なとこにいる。この辺に行けば当てられるかな、あれ、僕に。いいんじゃないか。あったんだ、惜しい、うわー、惜しい、ごめんなさい、惜しい、ポンコツでした今の。そう、まだストライクショット打てない。貫通いいなあ。貫通気持ちいいよね。えい、どうだ、最高、着地いった方がよかったのかな。いやでも大丈夫じゃないですか。あ、いや、レーザー立ちた。さあ、ロンカのストライクショットいきます。ロンカのストライクショット、こういこう、いきます。めっちゃかっこいい。残虐、残念。あ、おお、どうだい、ワープが、ワープが邪魔だ。お、あれ、あれ、いやー、気持ちいい、広い広い、楽しいね。いや、楽しい楽しい。さあ、どうしよう、どうしましょうか。あ、ケセイと大ちゃん好きそうでしょ。なんかこれ目が大きいキャラクター、ケセイと、なんか有岡くんっぽいっすよ。慈悲の天才、どれだ、ケセイと、ケセイと、ケセイと、なんか、あの、顔色悪い時の大ちゃんみたいな。いやいやいや、俺こんな紫になんないよ知らないからやってみます。やってみるか。ケセドでもいいし、イエソドでもいいよ。イエソドってどれですか。うわ、強そう。イエソド行こうよ。いいよ。さあ、じゃあイエソド、超絶、いないんじゃないですか。ちょっといないかも。これもう味方同士やっていくしかないかもしれないですね。あ、やばい、え、これやばいかも。弱いかも。なんだ、え、何今の。うわ、やばいやばい、半分くらい、半分、半分からさ、やばい、強っ。これ次の、え、待って、でも次相手もう攻撃ターンじゃないですか。ああ、ごめんなさい、やばいやばい、え、これ、これやばいよ、ごめんなさい。え、これやばくないですか。あ、え、上に、上に回復でもあるけど、やばいかも、やばいかも。え、これやばいよ。あ、でも友情コンボじゃないと、あのブロックの上倒せない。いや、そうっすよね。いや、俺もうないんで、仲間を信じていこう。仲間信じるしかないですね。あ、それか、この真ん中のやつ倒したらもう OK みたいなことありそうじゃない。うん、多分。あ、じゃあもう大丈夫と思う。回復しつつ、回復取れるかな。いける、いける、行ってみますね。行け。あ、ただ取れなかった。いける、なんとか、なんとか、そこをなんとか。
ダメだ。強っ。あ、回復効きくなりました。回復通りつつ貫通だったら、あ、いや貫通じゃないから回復せに食、あ、でもちっちゃいな、そうなんですよ、だから上のが取りたいんですよ、ほんとに。一回下行ってバウンドしてみたいな。そうだね、そこで、まあまあまあ一回倒して回復取りたい、あー取れろ。まあでもクリアでちょっと回復できるから、なんかモンスターと仲良くなるね。いや、わかります、ね、本当に協力プレイ大事。だからこれもう宮地とかにトゲが隠れたからもう、あ、当たんない、あ、当たんない、あ、当たんない、いや、当たんない、大吉今のはやばい。あ、でも大丈夫か。大丈夫です、大丈夫です。俺ストライクショット打ち合えるんで次行きます。そうね、あ、でも強い、大丈夫だ。これもういらないんじゃないですか、ストライクショット。いらないね。もう、ちょっと普通に。え、いた。残酷。もうこれいっちゃいますね。はい。お願いします。えい！オッケイ！ナイス！オッケイ！完璧。いや、なんかハラハラする展開。ストライクショットいきます？いや、でもいいんじゃないですか、まだ。そうだね、まだ大丈夫。これで、あ、ごめんなさい、またちょっと待って。いや、でも全然全然、うわー、俺難しいとこにいる。でもまだ取りたくないっすよね、回復は。そうだね、でもだからここの間通ってボスの左があと1ターンで攻撃になってるのが、いや、確かに、どうなるか、ほんとだね。でも倒せないと思うんで、ここの間抜けますね。よし、オッケー。うわ、でも全然ダメだな。何の攻撃だろう。これしのげば、いや、ハート大きくなるからさ。もうみんな近いから、もう味方に当たりまくるわ。よし、よし、よし、最高、オッケー、ナイスです。うわ、それも回復した。回復も取れた。完璧じゃないですか。ありがとうございます。我が愛は炎、何何、永遠に消えることのない紅蓮の輝き。我が愛は炎、強っ強っ。ストライクショットを応酬しましょう。いきます、ストライクショットで。いきます。反逆にのろしを、反逆にのろしを、どうだ。いや、あ、まあ、いやいやいや、まだ1200万ぐらい当たる、強っ。これちょっと俺使うのもったいないよね。そうだね、次だね。仲間に当たって、いや、うん、あ、でも貫通か、だったらいけんじゃないですか。オッケー、よし、安杯安杯、いいっすね。怒ってる、やばい、怒ってるぞ。俺今日まだ一回もストライクショット打ってないのよじゃあ次見せて、次、次ね。よし、ストライクいきますね。お願いします。その弱点近くない？近いっす。いっけー、ダンスは、あ、セラムキューブ。え、何、ちょっとだけ失敗したね。何、まあ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 、何の失敗っすか今の。やばい、なんかすごいぞ。申し訳ないっす。まあこの子はちょっと、とりあえずこう打っときます。やばい、あ、やばい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 、やばい、すげえ地味に食らってるやつ。そんなに一気にダメージ与えられないね。そうっすね。ここでなんかストライクショットでも味方に当てた方が効果的な気がするんですけど。もう回復してる相手。回復してない相手。誰が、誰が回復させたのか。この真ん中のやつなんですかね。ゴールドダウン食らった。やばい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 、え、待って、ちょ、これストライクショット打つよ。はい、お願いします。お亡くなりになっちゃう。で、仲間に当てた方がいいよね。仲間っすね、これ絶対。お願いします。でもあのトゲ怖え。トゲ怖いね。トゲ当たって終わるのが一番。貫通で弱点当てて、仲間に当てて、仲間に当てて、そうっすね、だな。1-4で、あ、龍谷くんに当てて、どうだ、トゲ、あ、あ、あ、お亡くなりになった。あ、あ、あれ、あ、倒せ倒せ、いや、倒されてくれ。いや、あの、
ただね、さっきまであんなに楽しかったのに。ただ楽しかったね。楽しかった。楽しかった。楽しかったね。負けてしまったけど。でもやっぱこれがモンストだよね。いや、そうですね。弱い敵に挑んでいくっていうのが。今度また挑戦しようよ。そうだね。いや、したいですね。Google Play のね、プレゼントマシンにも、ぜひ動画のね、こう概要欄にですね、リンク貼っておりますので、そちらからぜひ参加してみてください。特設サイトでですね、プレゼントマシンを作成していただいた方はですね、作成後にアンケートもございますので、ぜひぜひご回答ください。お願いします。お願いします。さあ、というわけでですね、この動画がいいと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回、お楽しみに。またねー。